人文学部の伊藤智樹准教授を紹介します。伊藤准教授の専門は社会学です。中でも医療社会学の分野について研究、難病患者のサポートをテーマに様々な患者会に参加し、フィールドワークを行い研究を進めています。医療社会学の重要性は、これまでは、病気というのは医療によって治されるものだというふうに皆思っていたかもしれないけれども、現在そしてこれからは、治らない病気というのもクローズアップされてくる。その中でいかに生きていくか、いかにその社会の中で自信を持って存在していけるかということを考えていく、その部分を担う学問として重要だと思います。例えば ALS や、パーキンソン病といった神経難病という病気がありまして、これら その患者会、その中に私自身も参加をして、その同じ病を持つ者同士、これをピアと言いますけれども、そのピアによるサポートのあり方を、そうした人たちの営みを見せていただきながら、考えていく、まとめていくというふうな作業を、しています。こちらはさまざまな難病や障害を持った患者らが集まり、ピアサポートのあり方について議論を行っている会です。昔からの知り合いに会うのがちょっと怖いんですよ。私は全然知らない人だけど。発表者が経験談を語り、参加者はその話を聞き、情報交換をしていきます。私が大事だと思うのは、実はそれだけではないと。どのような今、気持ちで過ごしているのかっていう部分もお互いにこの出し合う、そのプロセスを経て、その参加した方がですね、自分自身の病をこんな風に生きていこうというような前向きなそのイメージですね、これを持てるようになっていく、この部分が非常に大きいんではないかと思っています。ピアサポートは患者自身が病気と向き合い、将来の自分の姿を描ける大切な場だと伊藤准教授は考えます。私の場合はこういうふうにして生きていると、決して強いところばかりではないよってことも含めて話をなさると、そちらの方にやっぱり素直に耳がおそらく傾く部分があるんではないかというふうに思います。そうするとその聞いた話の中に自分自身にも取り入れたいなっていう部分が部分的におそらく出ていくんだろうと思います。そうやってその人の持っているその、これは私は物語って言ってるんですけど、自分の人生をどんなふうにこう記述するかっていうその言葉自体が変化していく、前向きな方向に変化していくっていうことが起こるんじゃないかなと思います。ピアサポートに関してはがん対策などの領域でも注目され始めています。伊藤准教授の今後の目標は、ピアサポートの原点です。ピアサポートにあらゆることを期待するんではなくて、あるいはその医療の物差しでピアサポートを図るのではなくて、もともとその患者同士の出会いで支え合っていたプロセスがどのようなものであったかというその原点の部分、これまでも行われてきたようなそのピアサポートの良さというものをはっきりと認識して、そして今後の医療の中に生かしていくべきだというふうに考えます。それを原点という言葉に込めてみました。